うお、猫缶50個ゲットでございますね。よし、回収完了でございます。さあ、ということでちょっと今からですね、こちらの進化の、キルのマタタビの方をですねちょっとやっていこうかなと思います。ちょっとマタタビの方回収してからちょっと本題に入ろうかなと思うんで、少々お待ちよ。さあ、ということでちゃちゃっとですね回収していこうかなと思いますよ。どうだろう、虹股のステージ出てこないかな。出てきたらちょっとめんどくさいんだよな、これさ。継続がね、スピードアップ継続できればかなり強いんですけどね、スイッチ版はまだそれがねできないからね。そう、そうなると通常スピードで虹股やんなくちゃいけないからね、微妙に時間かかるんだよね。なのでちょっと今回限りはちょっと引かないことをねちょっと願いながらですね、ささっとスレイプニールの方を倒していきますよ。さあ、よしよし、全然余裕でございますね。で、そうで、今回に関してはまあね、進化動画の方をやっていこうかなと思うんですけど、どうだろう、だいぶですねマタタビの方多分回収できたんじゃないのかな。ちょっと貯蔵庫の方ねこの後確認しようかなと思いますけど、お、いいですね。そしてどうだ、虹股は、よし、これ OK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 、しゃっ、あー、なんか微妙だな。じゃあちょっとマックスまで今から回収しちゃおうか。さあ、種は来るなよ、種は。よし、オッケー。これでもう多分挑戦できないんじゃない。あー、なりましたね。よし、じゃあとりあえず早速ですね、進化動画やっていきましょうか。どうも、ラーラございます。ということで今更なんですけども、今回もスイッチ版の方やっていこうかなと思います。じゃあもう早速ですね、キャラクターの第3形態の方をさせていこうかなと思います。で、今回に関してはねもう貯蔵庫の方がパンパンなので、もしかしたらどうだろうね、割と進化できるんじゃないのかな。なんかそんな感じがしそうな、しなさそうなって感じがするんですけど、とりあえずなんで第2形態なんだろう。いや、第3形態させておこうか。今回はね、そう、レアキャラは全部完了させておきたいのよ、できるだけ。あ、ニャーコックと坊主とふんどしは、あ、なぜか第2形態なんですよね。 あと猫マランサーとか、あー、結構まだいるな。じゃあ、で、全部いけるかと思ったら、いや、そもそも数が多すぎるんだが、ちょっと待って、いや、マジかよ。まあいいや、まずはまあレアキャラいきましょうかね。いや、思いのほか多くてちょっと待って、ビビったんだが、どうしようかな。まず1体目に関してはそうだな、じゃあニャコックだな。ニャコック参りましょう。ということで素材はこんな感じでございます。じゃあ参りましょう。はい、そう、種もね結構割とかさばっちゃうからね、そう、早めに消費させたかったのよ。よし、 OK。 ということでまずは1体はニャーコックでございます。さあ、まだまだ進化させていきますよ。ほんで、お次ですね、次もレアキャラ行こうかなと思うんですけど、じゃあいっか、順番的に次猫坊主行こうか。坊主に関しては、そっか、猫胞子、そうだ、意外と使えるからね、このキャラに関してはね。じゃあいいや、もう進化させていきましょうか。じゃあ行きまーす。はい、よし、OK。 あ、こんな本当に坊主だったんだね。あんま第二形態見ることなかったから、あー、なるほどね。この姿はもうよう見てるけどさ、第二形態あんまり見てなかったから、なるほどね。てか、上に乗ってるお猿さんかわいいね。はい、ということでございます。そんでもってどうしようかな。ちょっと次激レア行ってみましょうか。激レアもまだ多分ね進化させてないのが何体かいるはずなんだよね。いないかな。あれ、いない、嘘、終わったのかなこれ。あー、あー、何が足りないのこれ。あ、レベルか。あ、レベルね。バスタブか。バスタブ。あー、猫千獣。え、悩むな。どうしようかな。あ、いや、じゃあ猫千獣行こうか。なんかご利益ありそうなんでね。適当ですけど。じゃあ、とりあえず行きましょうかね。そうだね、猫千獣に関してもまあ体浮いてる的なんで、ちょっとまた近々ちょっとねなんか遊ぶ動画やろうかな。まあいいや、じゃあ早速進化させていきましょう。じゃあいきまーす。はい、さあ、ということで3体目はこいつでございます。どうだろう、まだ4体目もまだまだいけるよね、多分大丈夫だよね。
よし、オッケー。いや、ご利益ありそうだね。そんでもって、じゃあ、ちょっと衝撃いきましょう。はい。あー、なるほど。猫アイスくんはいけるんだね。なるほどね。ベルセルクも大丈夫そう。あー、なるほど。どうしよう。めちゃくちゃ悩むんだけど。いやー、どうしようかな。いや、悩むな。あ、いや、ガメもいいんだよね。ガメも捨てがたい。いやー、これどうしようかな。画面にしようかな。ちょっと待ってよ。最初さ、真田でもよかったんだけど、いや、ちょっと待ってよ。いやー、画面。ちょっと第二形態だったのがネックだったからな。じゃあ、いっか、画面いっちゃおうか、画面ね。はい、ということで、素材に関しても、そっか、闇結構使うけど、まあ、いいんじゃないですか。はい、ということで、じゃあ画面いっちゃいましょう。さあ、ということで、4体目参りまーす。はい。よーし、ようやくでございますね。やっと色がつくわ。あー、やっとこれで耐久度が、あー、これは嬉しいね。よし。で、多分サラダ無理じゃないのかな。多分結構闇使っちゃったもんね。だから多分またこれ次回になるかな。いや、いけるんかい。進化できるのか。嘘。ちょっと予想外なんだけど。どうしよう。次回にしようかな。なんか武神系まとめて進化させたいななんて思うんで、ちょっとこれはいっか、一旦今回に関しては。で、そんでもって、あー、猫アイスダメか。ダメだから他のキャラクター進化させましょうかね。あんまりなんか最近使ってないキャラクターとかがいいかなと思うんで、そうなると、あ、さっきのナースが一番いいかな。うん、じゃあナース行きましょう。本当にこのキャラクターもだいぶご無沙汰なんでね。よし、じゃあ早速進化させて、進化させていきましょう。じゃあ行きまーす。はい。さあ、これでどうだろう。また旅は多分だいぶ減ったんじゃないのかな、多分ね。はい、ということで、あ、そういえば覚醒じゃないのかこれ。今思ったけど、スマホ版だと覚醒だったよね、確か進化するときは。だけどスイッチ版だと超激レアだったんだ。全然気づかなかったわ。まあいいや。よし、 OK。 じゃあちょっと一旦貯蔵庫の方見ていこうかなと思います。多分だいぶ減ったんじゃない。あー、56個ね。なるほどね。じゃあとりあえず今回はこれぐらいにしようか。じゃあ早速ですね、今回進化させたキャラクターの方を使っていこうかなと思います。で、また近々ね、また進化動画の方やれればなと思います。ちょっと頑張って周回の方してね、回収できればなと思いますけれども、どうしようかな。編成に関してはまた何かね。じゃあ、まあ、またいつも通りあれかな。ミラ編3章でいいかな。それでですね、今回進化させたキャラクターだけでちょっとやってみましょう。せっかくなんでね。ってなると、どうしようかな。悩むな。じゃあ、ここの編成使いましょうか。まず何だっけ、何進化させたんだっけ。まずレアキャラでしょ。レアキャラに関しては、あー、ニャックスパローでしょ。で、あともう一体レアキャラがいたはず。いた。猫胞子でございます。で、激レアに関しては、あ、そうだ。如来だ、如来。はい。如来。ちょっとレベルがなんか絶妙なんですけども。で、そんでもって、お次は超激レアの、ナース。そんでもって、ガメだね。の5体だった気がしますけどもね。あ、でも今回5体も進化させたんだね。もうだいぶ進化できましたね。よし。さあ、ということで、じゃあ早速使っていきましょうかね。さあ、ということで、謎編成の方でやっていこうかなと思います。まあ、ブンブンに関してはね、まあ、猫胞子がいるんで、まあ、妨害説。あと、如来か。如来もいるからね。で、あとはですね、もうガチガチのガメもいるんで、その辺は大丈夫かな。あ、てか、如来の、待って、レベル上げるの忘れてたわ。まあ、いいや。もういいや。気にせずやっていきましょうか。うわ、なんか久々だな、如来も。いやー、なんか使うのすごい久々なんだけど、今年初なんじゃない?それ大げさかな?なんか全然使ってないからね。いや、またちょっとね、今後ちょっと使っていこうか。だってもうご利益も、だってほら、この見た目だよこれ。絶対何かいいことあるよ多分。はい、ということで、あと猫ナースだね。ナースも全然使ってなかったからな。まあこれを機に使えてよかったのかなと思いますけどもね。まあ、せっかくなんで今後もね、ナースの方を使っていければなと思いますけども。よし、 OK。 ということで、じゃあとりあえずですね、もうこんな感じでボス戦に、臨んでいきましょうか。よし。でもだいぶ OK。 生産できたから大丈夫じゃないの。いけるよこれは、さすがに。なんか意外と瞬殺できそうじゃない、ブンブンに関してはね。
よし。さすがにね、ちょっと宇宙編はね自信なかったんでね、ちょっと妥協して2章っていうか、あの未来編で、挑戦いたしましたけれども、さあそろそろ始まりますよ。さあどうだろう、いけるかな。さあそろそろボス戦が始まるはず。あ、来た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 。さあということで、じゃじゃっとブンブン倒していきましょうか。あー、ほらほらこれだ、ほらこれだ、ほらもうサンドバッグにされてるよブンブンが。あー、楽ちんでございましたね。はい、さすが第三形態ですね、という感じでございました。まあ、またとりあえずですね、まあ、次こそは真田と、まあ、武神系かな。あの武神、あー、ちょっと待って、なんで神様出したん。ちょっと違う、うん、あのまあまたね、あの武神系の方、進化させていければなと思います。終了。はい、ということで今回はですね、こちらの5体ということで、今回も進化祭りということで、まあ、独断と偏見で適当にですね、キャラクターの方をピックアップさせて、進化させて軽く使いました。まだねスイッチ版に関しては第3形態ねさせてないキャラクターがまだまだいっぱいいますので、またこの調子で、随時ね進化動画の方やっていこうかなと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。ニューライト。